イリンクの横山です、今日は、ダブルスのレシーブについてちょっとお話ししていきたいなと思っております。まあ、コメントの方でも多かったのでのダブルスのレシーブについてで、今日はストップレシーブと、ツッツキについて解説していきたいなと思います。特徴というか僕のそのここ1本欲しいなっていう時に使うのがツッツキですね。で、私の試合の流れとしては基本的にはストップが、7割ぐらいかな。基本初めはストップから始めてここ1本欲しいなっていう時に、まあ、チキータであったり払いであったりツッツキであったりで、一番こう安心するのはやっぱりツッツキですね。ここ1本欲しいなっていう時でプラス競った場面でちょっと怖いなっていう時はツッツキを混ぜるようにしています。ので、まずは最初ストップの解説から始めて最後にツッツキをやっていきたいと思います。それでは実際にやってみたいと思います。はい、では早速ストップレシーブの方をやっていきたいと思います。はい、ということで、今、やってみたんですけど、まあ、一つずつちょっとポイントをね話していきたいと思います。まずは、ストップレシーブの時、まあ、これダブルス関係ないんですけど、まあ、シングルスであってもダブルスであってもストップレシーブをする時の注意点としては、まず打球点がなるべく速いことですね。相手がサーブを打ってきて自分の台について上がってくる力と自分が迎えに行く力をこう合わせると少ない力、もうほぼ振らなくても迎えに行くだけで、相手のボールの勢いと自分の振り下ろす力、迎えに行く力で、勝手に下回転がかかってくれますので、なるべく速い打球点で上がってくる力と迎えに行く力を合わせてあげる。でその時の角度、まあ、この角度っていうのは、まあそうですね、回転量、相手のサーブの切れ具合によって角度は変えないといけないんですけど、まあ、今ぐらいの今そんなに、今岡本にサーブを出してもらってるんですけど、岡本そんなに切ってもないしドナックルでもない、まあ、標準な下回転なので、大体僕は少し、まあ、斜め下を捉えるようなイメージ、角度的に45度ほどではないんですけど、もうちょっと45度よりちょっと上に向けるぐらいで、ボールの少し下を触るようなイメージで撮ってます。あと感覚的には少しこのラバーの表面を転がすようなイメージ、これ迎えに行く途中に時にこの衝突してしまうっていうのが一番ストップレシーブで、やってほしくない、まあ、衝突してしまえば衝突すればするほど、飛距離も出てしまって飛んでいってしまうので、なるべくスッとこの表面の上を転がすようなイメージで迎えに行ってあげると、まあ、ネットのちょっと先越えてくれればもうストップになるので、飛ばしすぎないことで、そうしようと思った時に衝突をさせないこと、まあ、表面ラバーの表面の上を転がしてあげる、この2つが、一番大事です。速い打球点を上がりっぱなを取ってあげることで、もしネットミスがあるようであれば角度をちょっと上に向けてあげたり、浮いてしまうようであれば少し面を立ててあげるという微調整は必要になってくるかなと思います。で最後、これ一番僕が気をつけていることなんですけど、本当は言いたくないんだけどね、まあ今日言います。まあ、一般的にツッツキであったりストップレシーブっていうのはラケットの先端を少し横に向けた状態からストップであったり、そのまましっかり振ればツッツキ
になると思うんですけど、だと思うんですけど、僕はちょっと違いますね。ラケットの先端を横にしてしまうと、振るときに若干こう手首をくって使ってしまったり、まあ、肘を伸ばすので遠心力が加わって飛んでいきやすかったり、つっつきで言うとバレやすい、あ、つっつきくるんだなっていうのが分かりやすくなってしまうので、このダブルスの時ストップレシーブとつっつきの一番気をつけてほしい点、ポイントとしては、ストップかつっつきか打つまでが分からないっていうことを重視して私はレシーブをするようにしてます。なので横に向けずにラケットの先端は前にします。で、このラケットの先端の方からこうボールを迎え入れてあげるようなイメージ。なので横に向けるよりもちょっと先端を前にしてあげる方が早い打球点で、ボールも迎えに行きやすいっていうのと、このままツッツキをした時に、バレにくい、ストップかツッツキか判断されにくいので、そこに、私は気をつけながらやっています。もう一度行ってみます。はい、ではちょっとポイントを押さえつつまたストップレシーブしたいと思います。まずは速い打球点、速い打球点プラス迎えに行くときに押さないこと、ちょっとでも押してしまうとすぐ2バウンドしなくなってしまうので押さないことです。ラバーの表面の上を転がしてあげる、速い打球点で転がす、まあ、最悪もちょっと迎えに行くだけで勝手に結構切れて返ってくれるので。あと一番のポイントはラケットの先端から迎えに行ってあげること。ここまで、はい、でこれからツッツキの方に移っていきたいと思います。ではツッツキいきます。でこのツッツキの時のポイントは、いかにストップレシーブかツッツキか分からなくするか。打つ直前までなるべくストップをするような形でボールを迎えに行く。ちょっとストップと混ぜてみます。ストップ、ストップ、ストップ、手つき、ストップ、手つきですね。なのでもう打つ直前も打球点も全てストップに合わせてあげる。速い打球点でラケットの先端から迎えに行く、あとその先が違うだけです。あとその先、つっつきをするときにはその後に腕をグッと伸ばしてあげる。なので腕の曲げ伸ばしでボールを飛ばしてあげるような意識ですね、はい、あとは角度、微妙にちょっとフォアに変えたり、フォアに向けといてバックに向けたりすると、それもフェイントになるので相手を遅らすことができるので、試合初めはずっとストップをしていて、競った場面でここ1本欲しいなっていう時にこのグッと続きを、深い続きがいけると大体みんな待ってないので、こうちょっと詰まってくれるとパートナーの方にドンと、その続きを行く前はできればサインをしたいんですね。次に深くバックに長く行くよっていうのを伝えておけば、ちょっとね、パートナーの方も、打ってくる、もしくはちょっと甘いボールが返ってくるっていう打つ準備ができるので、できればサインの方も出してあげれるといいのかなと思います。もう一回行ってみます。で、角度はその、あ、ごめんなさい、ちょっと言い忘れた、そのストップの時の感覚なんですけど、ラバーの表面の上を転がすっていう風に言ったんですけど、ツッツキでもそれをやってしまうと、全然と深く飛んでいってくれないんですね。なので、ツッツキをするときは少し角度を若干立てる、プラスちょっと押してもいいですね。なので回転量重視よりも、スピード
を重視してください。でこれを切ろうとしてしまうとやっぱりどうしてもためを作ってしまってしっかりくっついてしまうので、そうすると、相手に先に皮つきが来るなんて読まれてしまうので、なるべくバレないようにそこから少しプッと押してあげるようなイメージ。これは多少切れてなくてもいいです。少しナックル気味でもいいので、スピード重視、深さ重視を、意識してやってもらえるとより効果的なのかなと思います。はい、それでは最後に、加藤田君に僕のストップレシーブと、突きのレシーブ実際に撮ってもらって、どんな感じになるのかっていうのをねやってみたいと思います。ゴー。嘘だ。本当にその通りあるか。はい、こんな感じです。なんかね、もうわざとなんじゃないかって思ってしまうほどね、加藤田くん反応が遅れてますけど、でも実際の試合でも確かに1回目2回目こう競った場面で急に初めてやったりするとみんなこういう反応を結構してくれますので、多分どう打つ直前までは分かんないし、結構球足が速いから分かった時にはもう球が来てるみたいな感じかな。はい、そうですね。今待ち方としてはどっちが、どっち待ち、やっぱりダブルスでワンコースなのでしっかりこうストップをしてくるっていう待ちでこうストップを行こうと思ったんですけど、まあその同じ構えでこうタイミングが早く早い深いツツキが来るので対応がどうしても遅れてしまって、まあ、詰まって、まあ、返球できてないっていう風になってます。じゃあストップ待ち、まあ大体ある一定のレベルを超えると多分皆さんストップ待ちから入ると思うんですよ。ストップが来るんじゃないかなっていう人には特に有効になってくるのかな。ストップで待つ前にちょっとずつ来たらなと思ったらグッと深いツツキを、できればノーモーションでツツキいきますよでガンじゃなくて、そのままプッてストップする形からストップが、あ、ツツキがいければ、効果的なのかなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今日は、ダブルスのストップレシーブと、ツツキの2点を、解説させていただきました。もし皆さんのね参考になれば嬉しいなと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お願いします。3人の Twitter や Instagram、YY リンクの Twitter、Instagram もやってますので、概要欄の方からフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。